あ,あ、デヨングいいじゃん、やっぱクロス対応の時今。めっちゃいいじゃん、今の。ちゃんと背中に入れないで視野の中入れてさ、クロス入ってくる前相手に体ぶつけてさ、今の普通にデヨングセンターバックロン押してるかじゃなくて、お手本っすよ、今の対応。めっちゃいいじゃん、これできないもん、組んで。お母さん納得させたのはマグロン。<laughs> 確かに大統領かね。うちの母親も岸田さんから連絡あったら俺に YouTube 辞めさせるだろうしな。いやあれ当たり前だけどあれできないんよ、本当に。逆ウィンウィン内跡どっちも損してるみたいな。あれアルトゥール・ピアニッチ。金だけは得してんだけど。でもブスケツの代わりだとあのバルサなん。 かはさ、ツートップのあのー、ずっとどっちかのマーク受けてんのよ。でそこにいることが大事になるから、ボールを持たないでチーム勝たせられて持った時一番上手いみたいな選手が重要なんだよね。ニコとかの方がその辺のやっぱデオングやっぱちょっとねでも目立ちたがり屋的なのがありますから。もうだからデオングはインサイドハーフでサイドバックの裏に落ちながらビルドアップするか普通にセンターバックか。 デヨングシンプルに現役の選手一番かっこいいと飛行士がセンターバックっていうのがいいんだよなデヨングセンターバックやったら日本でもセンターバックに行きたかもしれない,、うん、いや本当これはね結構大きな問題っすよ本当サッカー史に残る問題ですよデヨング出して組んで取っちゃうのはデヨングはね百なんていうのかねガチガチイケメンじゃないのがいいんだよねちょっと可愛げあるというかそういや組んでもね悪い選手じゃないよ 比較対象の話なんよ。いや、デヨングセンターバックでスタメンでワンシーズンバルサで見れるんだったら、俺、貯金100万まで使うね。いや、デヨングの画像検索し、あの、サッカー界のイケメンの中で、こう、ちょっと好きあるんよ。それが可愛いんよ。それが可愛い。いや、本当に誇張じゃなく、そんぐらい俺はデヨングセンターバックで言ってほしいそう。いや、デヨングみたいな感じで、あ、でもフェランとかかっこいいよ。でもフェランの方が好きなイケメンだよで。デヨングの方が、なんていうのかな、こう、空気とか全体的に本当、年上にモテる感じのさ、年下には緊張されちゃう感じの。 これに寄ってくトラップであんな足元を収められるのすごいよね。うい、う,うい、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 ういいですね。<laughs> これが見れなくなるんよ、みんな、今のが。今のがいいな、今の見たの、当たり前みたいに運んでってさ、間のところで。今のできないよ、普通、なかなか。マグワイヤのあのドタドタとは違うからね。なんかスタッツイって話題になってるけど、またドタドタドリブルしてたから。今みたいなやつだよね、だから不安なの。ちょ,ちょっと足出して取れると思ったけど、みたいな。そういう風に、このぐらいなんかあれだよ、本当に、なんかこう。 デヨング好きだから今のも指摘したくらいで他のセンター僕だったらいやそんなとこ作つ,つくって思われるそうだよ言わないけど市場よ閉じろ <laughs> おもろいです。<laughs> いいね、めっちゃおもろいな、そのこと。市場よ閉じろ逆にこうピンチになると今度デヨングの守備見れるからいいみたいな。さあテスト絞って、テスト絞ってデヨングもすごい。あ、いいです。いやだからデヨング売らなくても財政的に。だから、あれだよね、移籍金、あと組んでとデヨングの給料の差がどんぐらいあるのかっていうのと そそもそもっったら遺跡金かかるよねっていろいろみんなで、えー、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょういいねチャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいですそしてサッカーの戦術的なこととかいろいろね深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいですじゃあねバイバイ